皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は12月20日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。二人の恋を終わりにさせようと鈴子を説得している五木マネージャーの方が、実は劇団のことを真剣に考えていて、鈴子が捕まらないようにするし、経営処理もしているし、対外交渉もこなしている。悪人なんて言えやしない。五木さんの仕事がある。さよちゃんも五木さんも一度歌えなくなった鈴子を見てるからな。愛助さんのことでまた鈴子が歌えなくなったらどうしようって思いが強いのかもしれない。さよちゃんも五木さんも鈴子の歌を守ろうとしてるのかな。先週くらいから鈴子の大人っぽさが上がったというか、少女っぽさが抜けてきたように感じていたんですけど、そんな時にあなたの鈴子と手紙の最後に添えてニヤニヤするシーンが、まだまだ子供っぽさの残るはにかみ笑顔が可愛かった。さよちゃんを叱ったり、年下の愛助さんとのやりとりだったりで鈴子が大人らしく見えてきた最近だったけど、楽団を食わせないといけないという責任感があったり、付き人であるさよちゃんがいろいろやらかすことで鈴子自身がわてがしっかりせんとっていう意識変革があったのかもな。楽団の林立てで思わず口に手を当てる愛助の純朴に笑ったが、本当に人を疑わぬ嘘をつけない青年なんだなぁと思った。母が上等な人間に育てたと誇るのはもっともだ。そして同様に嘘のつけない上等な稀有な青年が六郎だった。全く似ていないのに鈴子が愛助に六郎を重ねた理由がわかる。愛助さんがあなたの鈴子という手紙の締めを見て、脳内で再生される鈴子の声がささやき声でちょっとエコーがかかってたのが面白かった。10年以上も追いかけてきた憧れの歌手からこんな手紙が届くなんて、幸せの絶頂だよね愛助さん。ここに来て五木さんがうさんくさいやつから訳ありのうさんくさいやつになったな。お金にこだわるのも何か事情がありそうな。でもそれが悪い方に転がらないか心配。ようやく五木さんの背景がぼんやり見え隠れ、何も事情がない人なんていない。これは難しい役どころだな。巧みな表情演技、もらってるわけないでしょというセリフで見せた一瞬で凍結したかのような瞳、全く感情を乗せず頬から下しか動いてなかった。うまい。五木さんが胸ポケットに入れている写真、家族かな。五木さんも守りたいものがあるから劇団が潰れてしまっては困るんだろうね。そのために鈴子たちを別れさせるお金をもらっちゃったのか。五木さんは自称敏腕マネージャーと紹介されていて、どうにもその能力が疑問視されていたけど、あの状況でも警察に営業をかける五木さんは本当に敏腕マネージャーなのではないだろうか。五木さんの全国に彼女がいるという発言、もしかして行く土地土地で金策してるとか、晩ご飯断って少しでも宿泊費を浮かそうとか、そういう話なのかな。まさかな。もちろん鈴子は
誰よりも楽団のことを考えていると思うけど、一見口うるさく感じる樹さんやさよちゃんのような存在も、実は楽団を、そして自分を支えてくれている欠かせない存在であることを、これから実感するのかもね。たった10日間の関東巡業中にも手紙を書く鈴子、これを見て思い出したんだけど、上京した鈴子に梅吉は毎日手紙を書いてたよね。やっぱ鈴子は梅吉に似てるんだな。笠木静子さん自身が、戦争中だったけど人生で一番幸せだったって言ってるんですよね。そう感じさせる鈴子と愛助さんの幸せそうな笑顔が本当に眩しいね。巡業の対価が食料、現金がないと旅費だの宿泊費に困るんだけど、貨幣の流通も滞っているってことよね。ただ都会では食べるものにすら困っていたことを考えれば、現物でもありがたいのかもしれない。ギャラが払えなくても、警察が睨んでても、戦況が悪化してても、歌手を呼んで楽しくなりたい、みんなに元気になってほしいという気持ちがあるんだね、興行主さん。服装や化粧が派手と咎められ、憤慨する鈴子を離し、その場をいさめる樹さん、仕事してるなぁと思った。鈴子は真正面から立ち向かおうとしてるけど、警察の人も自分の仕事をしようとしている。ぶつかっても得られるものはない、主張をすることは大事だけど、今日の樹さんのようにその場をやり過ごすことができる人も大事だよなぁと思った。動画の途中ですが、ニュースです。ただいま第1回人気キャラ投票アンケートを実施中です。好きなキャラを5人選んで投票するだけ、後日ランキング形式で発表します。動画の概要欄から受付サイトまでジャンプしてくださいね。締め切りは12月23日まで、お急ぎください。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど、周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は、画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。